確かにそこにいるのに認知されない。それが僕。それなのに。白石くん、白石くん？白石くんってさ、白石くん。久保さんだけは僕を見つける。目立たない僕でもさすがに授業中立つのは。白石くん、そんなこと言っちゃっていいのかな。まあ、白石くんの意見は聞いてないんだけどね。白石くんの敵じゃなくて、白石くんのヒロイン。ほら、行ってみて。くぼっち、最近可愛くなったよね。好きな人とまでは行かないけど、気になる人でもできた。そんなに手作りであげたい人がいるんだ。うちの妹は可愛いな。明日が少し楽しみ。